赤ピクミンは食べられた言うてる場合ちゃうぞ。はい、どうも皆さんこんにちは、ムーポンです。ピクミン3デラックス11日目、やっていきましょうか。ちょっとずつね、前に進んでる感じはありますが、オリマーからのね、なんか更新があって、なんとかしてくださいよみたいなね。そういう状態やったんで、交わりの渓流やっていきましょうか。ネクスト。そう、結局なんかボス、巨大生物、巨大なね、その原生生物に襲われてるって言ってましたけど、その前にもう一体巨大原生生物がいて、そいつに捕まってしまったと。で、我々はまあそいつの相手をしてて、気づいたら1日が終わったっていうところだったんですけど、やっていきましょうか。さあ、羽ピクミンの方がいいのかな、どういうのがいいのかわかんないけどねえ。まあ羽ピクミンせっかくね使えるようになったから、とりあえずちょっと片っ端から抜いていきましょうか。さあ、うん、赤も混ざってたんか。うん、赤もそういえばなんか連れてというか回収して帰ってくれてましたもんね。なんで羽が25ぐらいで、黄色13とかにしとこうかな。黄色13、まあ暗いところじゃないんでね、おそらくそんななんかバチバチってすることはないと思うので、これぐらいのバランスでいくね。多分こんなものかな。いや、でも高いところの敵やったら黄色の方がなんか有効な気もするんで、まあみんなちょっとぼちぼち連れていきましょうか。おお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 、OKだぜ、OKだぜ。でね、そこのペレットをなんとかしようと思ったけど、は、なにこれ、違う、なんか急に出てきた。え、しまって、そいつやばいやつじゃない。お、ひっくり返った、ペレットが出てきた。はー、ペレットを出すなんか原生生物と、羽ピクミンはそっちに集まっているが、一旦回収して、羽が少ないので羽にそれ拾ってもらうか。よし、 OK で、ピンクまた生えてきたけど、そっちもそっちなんだよな。ちょっと待って、いろいろと気になるものが多すぎる。1匹っていうことはおそらくピンクペレット1個のはずなんで、まあ1匹でどうかしてもらいましょうか。で、3人でバッサリ抜いてで、ですね、ペレットなんで、で、次に行けるところが、どっから行けるんだっけ？ここ？ここ？川を越えた先でしたよね。こっちに向かえる。ん？ここに向かう？ん？こっから先は行けなかったよね。いや、違う、ちょっと待てよ。ここの坂潰したから、もう直で行けるようになってんのか。そっち行くか。ね。坂が、ここですね。ここにあるので、あ、OKOKOK、坂ができてるので、ね、このまま直接迎えるならば、まあ、直接行きたいなと。で、そっち1個持って行って、もうでもダンゴムシ出てきたら嫌やから、ちょっと数が多いやつは、ちょっとそっとしとこうかな。で、ちょっと花ピクミンちゃうわ。ねえ、羽ピクミン、ちょっと。花じゃない子たちがいっぱいいたので、ちょっとチューチュー吸ってもらって、で、こっから上がれる。上がってすぐ近くよね、多分。この辺？ちょっと待って、リンゴある。リンゴ欲しいけど、ここに赤を割いてよかったのかっていうところもあるんですよね。ただ、ここは通れる。メモが残っている。おそらく2人いればあのキノコを利用して向こう岸に渡ることができるだろう。だが私とルイ君では何でやってもうまくない。こんな時息の合うパートナーがいれば、ああ、ホコタテ星に残してきて私の妻は今頃どうしてるだろうか。あのキノコ、あれか、あれ使ってポヨンってしてみんな送り込むみたいな、そんな感じっぽいが、なんかメモ落ちてんだよな。こっちもメモあるし、ちょっと待てよ。これはもう岩で火がつやって、で、
羽で運ぶ、まあ、10匹で運べますよと。でこっち側が上がれそう。この惑星も随分と探索を進めた。歴戦の戦いをくぐり抜けた私にとってこれはもはや不要なものだ。うん、このエリアでは使えないかもしれないが、未来の来訪者のために残しておこう。この辺りに埋めておくことにする。何かを埋めてあると、おそらくなんか羽ピクミン的な、羽ピクミンっていうかピクミン入れ替わる花的なやつが埋まってたりするのかな。なんかそんな予感はするが、そっち側、そっち側に渡るにはちょっとずつハスの葉からポイポイしないとと、そんな感じっぽいよね。なんで、あ、違う、ちょっと待ってよ、そっちも坂になってんだよな。この坂の先か、確かあのボスってここで戦いましたよね。ここで戦って今こっちから帰ってきた。ただこっちはオリマーに続く道ではなさそうだったので、となるとやっぱここの筒なのかな。あそこのなんかキノコを使えばっていうのはおそらくこの果物に届くルートっぽいので、この筒ちょっと持ち上げるか。はい、ここちょっと被害が大きかったんでね、どうしようかなって感じなんだけど、一匹ずつ対処していく。起き上がった。あ、ちょっと待って、羽が、ガツガツしたけど、ちょっと奥進んでみるか。こっちにペレットがある。あれあれ、こっちじゃない。瓦礫の橋、なんかロック音出てくるけど、あ、このハムシか、これ。ちょっと待ってよ、岩紛れてるから分からへん、こんなん。ちょっと待ってよ、一旦声かけて、もう大丈夫そう。で、叩く力弱い羽ピクミンね。羽ピクミン火力は低そうなんで、どうしようみたいな、そんな感じやけど、ちょっと待ってよ、ここが、なんか奥来ちゃったけど、なんかこっちルートじゃなさそうよね。あ、でも回収はこっからなのか。こっからで、なんか上がるにはどうしないといけない？上がるには向き的に言うとこの先なのか。この先で、こっから上は投げても届かないので橋を作る必要がありますよと。でその橋がどこにあるか、瓦礫を探してこい、そんな感じっぽいね。ちょっとうろうろしてみる。で、うろうろした結果がここなのか。どうしようかな。ちょっと待ってよ。わーってして、10匹で持ち上げる。で、ピクミンちょっと持って帰ってもらうか。出番がないこともなさそうやねんけど、ここに人員咲いて大丈夫？これ、これ、今日無理説？いや、わかんない。ちょっと待てよ。で、となると、瓦礫を探すには、こっち側とかまだ見てないのか、そんなに。ね。こっち側？ん？あれ？ここたどり着いたところ？こっちからスイーって流れてきたんかな？橋の先に何かある。これ注目が出てたけど、何が出てた？なんかちょいちょいこのハムシ、枯れハムシ混ざってんじゃないかなってちょっと怖くなっちゃうけど、ここの上上がりそう。ダメか、上がれない。となるとやっぱりあのポヨンをなんとかしないといけないのか。こっち来たっけ。あ、なんか下ろせる。ちょっと待ってよ、ここ下ろすか。はい、
わーってして10匹で足りる。うん、これでいつでもここは通れるようになったが、今どこ、これ、あ、ピンピン、あ、ちょっと待って、ホームに近いならばもう帰ってきた面々ちょっと連れて帰るかね。あ、みんな来た来た来た、合流したぞ。たら岩で壊してピンクで回収したい。よし、でちらほらピンクのピクミンが増えつつあるが、ちょっとみんなで抜くか。うん、でこれでみんな、あ、隊列内に100匹います。で瓦礫がどこにあるか、瓦礫ってマップに出てくる、というかこの洞窟何これなんだ、これ、これなんかズームとかできへんのかな。エリアの攻略、うん、ちょっと待てよ、これは多分あれですよね、激辛の実ですよね、キノコっぽいなこれ多分。でここに果実があるけど、果実は今はメインじゃない、瓦礫をどっかから拾ってこないといけないが、瓦礫がやっぱりこの辺にあんのかな。で羽ピクミンで運んでもらうみたいな、そんな感じですれば、あそこの橋がかかるんじゃない。ちょっと行ってみる、それで。こっから上がれましたよね。うん、もうどっからでもなんかすぐに上がれるようになってて非常に便利なんですけど、うん、行きも楽になりましたね。で、はあ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 、ここは降りる、降りて激辛、激辛集めとく、一応ちょっと黄色、してで、なんか注目出てんだよなこれ。あ、それはあれか、倒したやつかですね、倒したやつ。ちょっと怖いから集めとく。じゃあコンビネーションが良ければって言ってたあっち側っていうか、少なくともあっち側に渡ってみたいよね、まず。ならばこっから渡りましょうか。ほいで、なんか石壁あるぞ。あそこはどこに、そ、なんかめっちゃ虫いる、これ敵全部。目には目を、羽には羽をでいいんですかこれ。いいのこれ。強い気がする、みんなやってくれてるね、あ、偉い。で残骸は出なかったので特に収穫はなかった。赤で突撃してポカポカしてもらって、こっちの奥に何がある、あ、瓦礫ある、瓦礫あるから、ピンクだけ連れていったい。となると一旦分裂してピンクだけ連れて、でこのまま水に入る。で、これか。よし、お願いします皆さん。うん、ピンクも増えてきたねこの感じで。で、そっちが5っていうことは多分ペレットですよね。ハチスズメ、天敵は羽ピクミン。あ、羽ピクミンが苦手なんや。もう対処しちゃったけどね。多分いい感じに戦えるんだろうなみたいな感じでやんわりとちょっと羽ピクミン使いましたが、こっちはもうちょい、おー、ナイス、ぶっ壊れる。でそっちはペレット5個で、ピンク待って、あー、ちょっと全員呼び止めてしまった。ちょっとピンク、とりあえずペレットはペレット持っていく。でこっちはあの板なんとか使えないかな。これ何に使えんの。わーってして、ん、岩も乗っちゃうね。ということは羽ピクミンか、これ
何に使えるんですかそれ。坂になるの。あ、瓦礫隠れてる。わー、この間にピンクでおやーってして、でこっちはこっちで声かけて、でここ爆弾岩がないと、えっ、あ、ちょっと待って、何してくれてんねん。はあ、マジで嘘やん。ふう、こんなとこに雲が。瓦礫は、瓦礫はこっちに帰ってる。もう大丈夫、もう大丈夫。ピンクの数が足んなくなったよ。ちょっとちょっと二人ではどうにもできないよこれは。羽ピクミン便利やけど使っちゃうとそういう事態になりうんのか。だから周りに気をつけましょうねと。今のは痛かったぞ。一旦全員声かけて、ただ大きいペレット持っていったから多分数は増えてるはず。足元チラチラしてる。やったか、やりました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 けど瓦礫ではなかった。ちょっと待って、一旦声かけて、これみんな下ルートでどうやって帰んのやろ、わかんない、わかんないけど一旦声かけて、ふにゃふにゃしてみんな船乗って帰んのかな。あ、じゃあそっちルートで帰れんのか。キピクミンまだ木の実集めてた。はぁ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 。でこの奥になんかすごい大きい果実があるけども爆弾が必要ですよと。で橋は結局足んなかったよね。足りたのかな、もしかして足りた。このピンピン言った、あっちってどうやって行くの、こっち、こっちから帰ればいい。あ、黄色仕事終えてる、お疲れさん。よし、でわ、かかってそう、かかってそう。これ戦える、岩全然いないけど、岩全然いないけど、あ、橋かかってない。いや、これもう投げたらいけんのか、ちょっと待ってよ。いや、ちょっと待ってよ、投げたらいけるよな。キャプテンに行ってもらうか。ここはキャプテンずり落ちるっていうことはまだどっかに橋があんのか。いやー、ちょっとそこ立てないっすわみたいな感じでちょっとおとなしくしてたが、ってこっで一旦回収して、ちょっとまた人員集めに行く。それか、これでこれでもうちょっとこれ倒したこの話やんな。はい、ですよね。だから熊を持って帰ってくれる。じゃあ、ちょっと待ってよ、なんか黄色まだ頑張ってんぞ。これはこれは一旦持って帰んのか。あ、ちょっと待って、そっち行っちゃった。収穫はあったけど黄色帰ってきちゃった。黄色っていうか、ここのあれか、激辛の実どんどん増えていくんか。また今度でいいかなこれは。一旦ね。でピンクたちはこっちルートを通ってそこまで帰ってるが、瓦礫なかったね。瓦礫足んないよねこれ。まだこのエリアに何か残されてんのか、もうちょっと探索してみる。じゃあそこのジャンプゾーンまだ見てないよね。そこジャンプするか。あー、もう黄色ずっとそれやってるわ。まあいいけど、いいねんけど。ちょっと待って、
ジャンプ台がどうなってるって？ジャンプ台がなんだって？あれか、あれがキノコか。そこはあげた。梨みたいなのが沈んでる。で、追いつかなかったらそっちに行っちゃうんだよね。ちょっとキャプテンに持ち替えとくか。キャプテンに持ち帰って、キャプテンに行ってもらおう、ここは。ほい。で、で、多分そこで止まるんだよね。おー、これ岩いるやつやん。ちょっと待って、足んないよそれ、足んないっすよ。え、何してんの。あ、黄色ー、黄色ー、溺れたー。これも岩が必要。この中はなんか瓦礫じゃなくてフルーツか。これ虫じゃね。そんなことなかった。あれ瓦礫なかったよね。瓦礫ないよね。せめて岩ピクミンがいれば。でこっちは、あそこに瓦礫があるけど雲がいる。ちょっと待ってよ、岩が必要と。結局岩、これ赤でやれへんか。ダメダメ。あ、あー、やっぱ岩が必要なんか。あいつは赤ピクミン、赤ピクミンは食べられた。言うてる場合ちゃうぞ言うてる場合ちゃうけど、岩に荷物持ちさせてしまったので帰らないといけない。なんかそこのピンクなんだ、これ、このピンク集団なんなんだ、わかんない、わかんないけど、このままでは死んでしまうピクミン1匹だけなんや。とりあえずそこまで移動。やっぱ最短ルートはこっちなのか。こっちから帰るっていうことはそういうことですよね。なので一匹だけなんか取り残されて、あれか、瓦礫回収作業か何かをやったまんまになっててっていうことっぽいよね。移動やめる。うん、で一応笛吹くかね。ピピーってして、岩は合流した、全員集合を呼び戻す。ほわほわってなって、とりあえずこっち抜いてく。ちゃんと帰ってこれるかしらね。ほんまにどうしよっかな。とりあえずペレット回収しとく。よし、ピンク出てきた。でピンクに行ってもらう。でなんか黄色いやつこっち来てんぞ。ちゃんと帰ってきてるっぽい。あ、えらいえらいえらい。なんか爆弾岩持ってきた。ちょっと待って、それそこで爆弾岩じゃなくてあれか、激辛のみか。あ、もういいよもういいよもういいよ、帰っといて。で、ね、呼び戻すして、で、あ、ピンク帰ってきた、えらい。ちゃんと帰ってこれるかしら。もうみんな帰ってきた。このままでは死んでしまうピクミンゼロ。日没では大丈夫そう。問題はあそこのクリスタルの奥じゃなくて雲の奥に岩ピクミンが、岩者は雲を倒すには岩ピクミンが必要だったので、うんちょっと今度は岩連れていきましょうか。こんなもん、こんなもんですね。2倍、間に合うか。羽ピクミンはやっぱちょっとゆっくりだね。よしよしよし、いいぞ、いい子だ。でちょっと芽が出てくる。2匹。次の朝は生えてきた羽ピクミンたちを抜いて、で準備万端であそこの瓦礫に向かう。それで行きましょうか。うん、岩ピクミン優先、岩と羽を優先して渡らせて、で、岩で雲とやっちゃってっていう感じだね。うん、とりあえずなんか
そこまでの道筋は見れた。ならばあとはもうそれを達成するのみと、そんな感じなんで、うん、なんか順当に攻略してるような気がする。いっぱいなくなっちゃったけどね、今日雲強かった。雲やっぱ岩ピクミン必須なんか。岩は確かにネットかからなさそうやもんな、大きすぎて。大きすぎてとか石ですもんね。今日は新種があるよね、リンゴ。バグズキングダム。虫がいっぱい住んでるよみたいな、そんな感じなのかな。なんかだったらちょっと嫌なんだけど。ね、確かになんかね、虫が大好きそうな感じはしますよね。でバグズキングダムは2杯分と、うん、まあ順当に食料は増えてる。減る感じはしないね、今のところ。まあ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 、で余裕ぶっこいてたら最後の方に急に足りないみたいな感じになるかもしれないんでね、これだけ食料があればしばらく生き延びられそうね。うん、で探索11日目終えた。今日結構戦闘でやられたよ。結構やられたね。でも全体的に数は増えた。赤だけちょっと減った。赤はちょっとね、ちょっと無意味な死を遂げてしまったのでちょっと何とも言えないが、さあ今日の日記は結局あれから話自体は進まなかったからね。探索11日目の時点で、ああ24個の果実を回収した。この惑星の果実は様々な種類があり、基本的に美味しいということが分かった。中には酸味がかなり強いものもあるが、コッパイ星に現存する果実では味わえない味覚である。私たちは果実の虜になった。作者ブリトニー。もうなんかオリマー救えなかったから、なんか書くことないから適当なこと書いたらいいみたいな、なんかそんな感じが感じられたんですけど、まあ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 、またね、次回はそう、いよいよねオリマーへの道筋が見えたと。あそこまで行って岩と羽をとにかく渡らせて、でまあなんかね、いい感じにやりましょうと、そんな感じなんで、またね、次回もお会いできればなと思いますので、ここまでご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。